86年に発表したテレサ最大のヒット曲「時の流れに身を任せ」。夏川さんはこの歌にある疑問を抱いていました。歌詞がなんか出だしからあなたと会わなければ私は何をしてたのかなとかすごく冷静に見てるんですけど、サビになるとすごく情熱的というか、もうあなたしか愛せないっていうような感じになるんですけど、とっても不思議というか、なんかどっちなのかなっていう思いだったり、そうです、今まではなんか本当に特定の人になんかあなたのこと思ってるよっていう歌がやっぱ多かったじゃないですか。普通の暮らしを選ぶのではなく、あなたのために人生を捨てても構わないという女性。その女性にとってあなたとはどんな存在なのか。作詞をした荒木さんは、当時のテレサとこの歌には共通点があると言います。それはもちろん女性として二つの道ですよね。女性であることと母親になりたいことと、それこそ時の流れじゃないか、普通の暮らしをしてみたいだろうし、かといってそうじゃないね、歌手としてアーティストとしてはやっぱり日本足がかりに今度ヨーロッパからやっぱりさ、ニューヨークに行きたかったんじゃないかと。私はそれでいいんだという自立した、決して結婚が最終地じゃなくても、今自分のその人生の中で輝いていればっていうような歌ですから。歌詞に出てくるあなたという存在、それは結婚を諦めたテレサが人生をかける覚悟を決めた歌そのものだったのです。